兄弟は一人くんすか。あ、見えないね。本当ですか。今、いそうに。うん、女子の上と下がいそうな感じになるみたい。でも、お姉ちゃんいそうって。うん、今回は表紙でございます。はい、ついに来ました。もうこれはね、もうなんていうんですかね、まあ、応援してくださってる方々の、はい、あれがあってこその、まあ、はい、ついに表紙をやらせていただくので、はい、すごい楽しんでますよね。いやもうね、いや楽しみにしましたからね、はい、この、はい、あの表紙するって言って、はい、あの話を聞いてマジかやったと思って、はい、もう親戚中にばらまこうと思ってあ、そういう勢いなんですね。はい、ついに。なんかあのみんなでの表紙は結構あの最近あったんですけど、はい、あの単独での、はい、ソロですから、はい、ぜひ僕も本屋に行ってね、はい、ちょっと一丁前にあの何だろう、店員さんにバレるぐらいの勢いでやろうかなって。ああなるほど。あの、はい、あえて、はい、はい、あ、いや、なんとなくこうちょっと一応サングラスとかして、はいはい、あの本屋に行って、はい、買って一応キャストサイズって両面表紙じゃない、はい、自分の方をこうやって、はい、出して、あれもしかしてっていう、でちょっとサングラス外して、いや、めちゃめちゃ見せるけど今プライベートなんで、はい、いいですね、ちょっとそれは楽しみですね、はい、ぜひ報告します。はい、わかりました。じゃあちょっとまだ撮影続きますけど、はい、よろしくお願いします。ご出身は？仙台。仙台。行く？はい。楽天？はい。はい。あ、いいね。あ、すごい。楽天のファンでいらっしゃるの？もちろんです。はい、ありがとうございます。後ろのその布を押し、まあちょっとあんまり押しすぎちゃったね。うん。広がりがあると
方がなんか心が広がるなってるわけ。神様らしいですね。神様、はい、京都の神様です。あ、やっぱこれで先取りましたから。京都の神です、はい、でも空は飛べないんで気をつけてうん、かっこいい。あ、いいね。それはじゃあ飲むね、近いうちね。たくさんね、その DNA を引き継いでたらやばいっす。いや、引き継いでるでしょ。あ、いいね。いや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 、無事に表紙ですか、はい、撮影が、はい、終わりましたけど、はい、もうですね、はい、やっぱなんていうんですかね、まあ、さっきも話したかもしれないですけど、はい、単独であの表紙飾らせていただくっていうのは、なんていうんですかね、芸能人って感じで、なんていうか一つのなんか目標だったりする部分があったので、はい、今日は一つこのキャストサイズさんでね、はい、普段お世話になっているキャストサイズさんで、はい、実現できたっていうのはすごく嬉しかったです、はい、ぜひね、ホワイトさんで僕の画面の方を、はい、見ていただいて、はい、見たよーとか、はい、見たよーとか、はい、この写真が好きみたいなのがあれば、はい、なんかツイッターとか、はい、ブログとかにコメントいただけたら、あ、見てくれてるんだなっていう反応もできるんで、ぜひその際は反応してください。はい、はい、じゃあ楽しかったです。またやりたいです。ありがとうございます。